六六首は日本の妖怪の一種。大別して首が伸びるものと首が抜け頭部が自由に飛行するものの二種が存在する。古典の階段や随筆によく登場し、妖怪画の題材となることも多いが、ほとんどは日本の怪奇趣味を満足させるために創作されたものと指摘と、創作されたものとの指摘もある。いずれも外見上は普通の人間とほとんど変わらない。 首が伸びるタイプ異常に長く伸び縮みする首を持つ「六六首」の名称の語源は「六ろを回して陶器を作る際の感触」が由来「長く伸びた首が井戸の六ろ、重量物を引き上げる滑車」に似ていることが由来「傘の六ろ、傘の開閉に用いる仕掛けを上げる」に従って傘の絵が長く見えることが由来などの説がある。 首が抜ける六六首、抜け首の方が六六首の原型とされている。このタイプの六六首は夜間に人間などを襲い、血を吸うなどの悪さをするとされる。また、寝ている、首だけが飛び回っている時に、本体を移動すると元に戻らなくなることが弱点との説もある。 古典における典型的な六六日の話は夜中に首が抜け出た場面を他の誰かに目撃されるものである。寝ている人間に人間の首が、寝ている間に人間の首が伸びるというタイプの六六日は江戸時代以降の文献にたびたび登場する。その中の格子屋わに以下の話がある。 ある女中が六ろ六ろ首と疑われ女中の主が彼女の寝ている様子を確かめたところ胸の辺りから次第に水蒸気のようなものが立ち上りそれが濃くなるとともに頭部が消え見る間に首が伸び上がった姿となった驚いた主の気配に気づいたか女中が寝返りを打つと首は元通りになっていたこの女中は普段は顔が青白い以外は 普通の人間と何ら変わりなかったが主に女中に暇をと主は女中に暇を取らせた彼女はどこもすぐ暇を出されるので奉公先に縁がないとのことだったこういった体外に出た魂が首の形にな,になったという話は心霊科学でいうところのエクトプラズム 霊が体外に出て視覚化実体化したものに類するものとの解釈もある。六六尾を妖怪ではなく一種の異常体質の人間とする説もあり江戸時代の随筆寒伝皇筆ではある芸者の首が寝ている間に伸びたという話を挙げ眠ることで心が緩むと首が伸びる体質だろうと述べている。 江戸時代には遊女が客と添い寝し客の寝静まった頃合いに首をスルースルーと伸ばして安んの油を舐めるといった怪談が流行し六六尾はこうした女が化けたものまたは奇病として語られた。